きロックコロシアム。さぬきロックチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、ひゆかです。今回さぬきロックに初めて出演させていただきます。ありがとうございます。香川でのライブをするのは初めてですし、そもそも香川県に足を踏み入れることが初めてなので、すごく楽しみにしています。さぬきロックがこういろんな場所で同時にごライブが行われるっていうイベントだということで、その雰囲気を楽しみながら香川県の皆さんに直接音楽をお届けできることをすごく楽しみにしています。そして何よりといったらあれですが、香川県でさぬきうどんを食べるのがもう夢のようです。そんな私ゆうかは1月の17日にファーストアルバムブライターをリリースします。ドラマの主題歌である出会った星月夜という曲とか、クリスタルズという曲、そしてスウェーデンで模写修行で制作してきた新曲、アイズとかそういった新曲など全12曲を収録しています。またアルバムにも収録されている新曲ルージュという曲が1月17日からフジテレビにて放送されるアニメメタリックルージュのオープニングテーマになっています。タイトルブライターというのは日本語に訳すとより輝くという意味になっていて、その言葉通り新たなことに挑戦する楽曲とか皆さんに楽しんでいただける一枚になっていると思うので、ぜひお聴きいただけたらなと思います。もしかしたらライブでもアルバムの新曲を披露するかもしれません。今回のライブで初めてお会いできる方はたくさんいたらいいなと思っているので、とっても楽しみにしています。ぜひ遊びに来てほしいなと思います。以上、ゆうかでした。バイバイ、See you.